me. はいどうも、アバンティーズのソラシーと釣り人 YouTube を見るんだ、テレビを見ろ。どうも、ミノです。よっしゃ、はい、皆さん、見たらわかると思うんですけど、まあ、懐かしい面々。そうだね、懐かしいね、これ、ね、渋谷だし。撮影っていつぶりだろう。アバの家で一回やったと思うよ、なんか。というわけで、まあ、皆さん、お久しぶりのメンツということで、はい、ミノちゃんです、ありがとうございます、はい、お久しぶりです。お久しぶりです、はい、最近ね、ちょっと懐かしい面々と会ってるんですよ、うんうん、ちょくちょく佐久間とかマーキュリーとかも会ってるし、まあ、あの年代の方々と今動画を撮るのが逆に熱いムーブが来てる。逆にね。そう、なんで今回はね、ちょっとミノちゃんを呼んだんですけれども、はい、まあ、ミノを呼んだということは万引き選手権。万引き選手権だよ、万引き選手権。誠だよ、誠、はい、というわけでですね、今回はですね、僕の個人的なね、はい、もうね、プライベートな感情なんですけれども、はいはい、古着に手を出したいと。おう、あれ、あんまり買ってなかった。実は今まで古着あんま手出したことなくて。そうなんだ。そうそうそう、だから右も左もわからないというか、うん、なるほどね、はい、なんで、まあ、古着が詳しい。え、大丈夫、古着も待つの。え、これ全部古着。いや、Tシャツだけ古着じゃないです。あー、え、でもこれ、こんなんいつのこれ。これはヤフオクで1円で買ったの。1円、地味編。お前もその境地してるじゃん。やっぱカメラ裏に、古着に詳しい僕の後輩のね、はい、男の子がいるんで、その子のおすすめのお店を3つ回って、まあ、最終的にどういうものを購入したのか、まあ、古着を好きになれたのか、好きにいろいろ喋って、はい、買い物していこうかなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、というわけで、はい、とりあえず1店舗目のここ、こんなとこにあるの、ね、モディあるの、モディにあるんですか。モディに入ってるの、古着屋が。なんかちょっと徐々にレベルを上げていくそうな。なるほど。一番最終的なところから行くんじゃないですか。一旦ね、なるほど、はい、了解しました。というわけで、じゃあ早速行ってみましょう。行ってみましょう、はい。アーカイブ系が多いですね、ここは。ブランドのアーカイブが多いので、まあ、生地とかっていうよりかは、10年前とか5、6年前とかの、マルジェラがあったり、ギャルソンとかがあったり、ここら辺はそんな昔じゃないか。そもそもね、俺は古着の選定の仕方が分かんないんだよ。1年生から、うん、いやでもやっぱえ、もう超ベーシックな話で言うと、まず人と被んない。はい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 、はい、とかそういうのあるよね。なるほどね、うん、なるほどな。俺は逆にその人と被んないっていうのは、うん、それこそ俺も同じ思いなんだけど、うん、だ、例えばロット数が少ない、うん、いい条件。何それ、何ですか。怖いんだけど、何それ。おる金額じゃないんだよ、それ。これなんかさ、主審権主審権主審権って言ってた。酒井宏太から酒井宏太すごいな、こんなとこあんだ。こんなとこあんだね。結構奥だよ。こんな通り初めて聞きましたね。いや、嬉しいですわ。普通にまあ動画撮れてるのもそうだけど、買い物一緒にできてるのもいいからね。こんなとこに、ここはもうあるんだ。もうよ、ね、このこんもり。めちゃめちゃこんもりがいいね。なんか入りたいと思います、はい。一人込みで分かったらね、熱いね。いつのアーカイブなんだろうね。なんか喋ってください。ちょっと真剣に。さん動画なんで喋ってください。なんかちょっと大丈夫か。間にテキーラ入れたのかなって思われちゃう。テンションおかしいかな。大丈夫です、うん、どんな感じのお店なんですか。結構音楽より、ヒップホップよりな。なるほど、なるほどね。カルチャーよりの服を洋服が、はい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 、古着屋さん。
最終節行ってまいりましょう。はい、行っていきましょう。なるほどね。刺さるアイテムが多いのかなと思います。お前すげえセレクトしてんじゃん。みんな結構古着好きだからね。古着好きなんで、ちょっと金下ろしてこようかな。ズブズブいいじゃないですか。やばいね。ハードがひどいですね。ハードめっちゃ好きなんですよ。配色もすげえいい。カメラ裏で購入っていうのやめてもらっていい？カメラ裏でガチのやつじゃん。カメラの後ろからこうやって購入で決まったの。もう決まったの。ティオールの。そうしたもの。はい、これっていくらぐらいですか？お前何でも買おうとすんなよ。ダメだって。ダメだって。ダメだって。汚ねてて触んなってよ。ごめんなさい。それは本当数珍しいですね。ロングスリーブって本当出てこなくて。めっちゃいいなこれ。それも2001の時のやつなんですよ。めっちゃいいな。こいつ俺がいいって言ったもの奪う癖あるから。うん。ダメ。よかったね。結構いい動画になりそうですね。はい、というわけで、はい、公演で最後、エンディングをいいっすね、なんか、はい、YouTube の伝統って感じですね。古のね、古のね、レガシーの今だって、みんな絶対家帰ってるもんね。絶対家帰ってる、てる、うん、絶対ライトカンカンに炊いて、うん、絶対撮るもんね。絶対もう関係ないです。購入品、公演で紹介していきます。まず一番最初、2点目で買ったもの、こちらです。はい、店員さんに聞くには、昔ギャルソンとかやってた人が、うん、まあ遅いって、新しい時期、おい、うるせえな、まあ、身幅も広くて、あとデッドストップしてるっていうのも、はい、まあ魅力だったのかなと。まあ、ひよって落ち着いた色か。そうね、じゃあ2軒目はまだひよってましたけれども、まあ可愛い、でもすごくいいシャツだ、はいはい、最後のお店、こちら買いました、はい、これはもう、ギャンギャンですね。これはギャンギャンだよ、うん、書店としては多分ふさわしくないのかもしれないんですけど、うん、いや、いいと思う、すごく、うんうん、何より僕ナード好き、ファレル大好きなんで、うん、パン使えればすごいいい感じの合わせ感できるかなって。うるせえ、僕が鳥になっちゃったらアバンティスの動画そこで離脱する人が増えるだろうから、やっぱ。いやいや、大人的考えしたら。まあ、ほとんどネタです。これこれ何なんだろうね、金のなんか光沢のある、うん、この材に後ろがこのスマイリーちゃんっていう、ちょっとアシッドハウスみたいな感じかな、わかんないけど。飲み会で誰も行かねえ女ね。やめろ。プリンスの、はい、プリンスの黒の T シャツです。いいね。90年代のツアーって言ってたかな、エマンシペーションで。で、後ろがこのプリンスのマークね。状態めちゃくちゃ良くない？ね、状態めっちゃいいんだよね。めちゃくちゃいい。でもなんか程よく古着感もあるっていうか、大切に着ようかなと思います。はい、はい。2点目で買いました。こちら。じゃじゃーん、パフィーとエイプのコラボ、エイプのコラボかな。でこれもう、これはね、完全に一目惚れで、はい、これ初めて買った CD がこれなの、パフィー、そう、ね、始まりの歌っていう。あ、そうなんだ、そうなんです。でこれが一つ目です。はい、はい、それ、そんなさ、まあいいや、さらっとしてんなと思って。あら、みんな大好き、みんな大好き、みんな YouTuber 大好き、うん、ディオールの、うん、古着です、ね、やらしいな、その大好きって結構やらしい、その言い方やだ、みんな。そういうディオールじゃないよってことだ、ね、これが、今多分さ、タグとかさ、ディオールしか書いてないよね、多分ね、うん、そうだ、これちゃんとクリスチャンディオールってことだ、ね、おー、すごい、今の新世代は絶対に持ってない本当だったね。そうそうそう、確かに。こちらですね、はい。すごい通るんだね、ここね。というわけで、いかがだったでしょうか、今回の古着、はい、巡りは。このゆるさ好きだよ。いや、わかるわかるわかる、これなんかちょっとプライベートが動画になっちゃってる感じがすごいね。すげえ懐かしかった。懐かしかったね、うん、それでは皆さん、高評価、高評価とかもいいや。やめろ、ちゃんとそれ言おうぜ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それはお願いします。ね、切り抜きもせっていう。切り抜きもしてください。、うん、全部やってもらおう。全部やってください。というわけでありがとうございました。ありがとうございました、はい、せーの、にんちゃん、この部屋を怖い部屋にしちゃいたいと思います。もうどこに住んでるんです。わーお前さ、止まんないね、君ずっと止まんない男だね。いやー、どうしようかな。